新東名清水パーキングエリアで配布されているこちら、県警がバイクなど自動二輪車事故の注意を呼びかけるチラシを配布しています。実はですね、二輪車の交通事故が結構多く発生してまして、県警によりますと、去年1月から昨日までに県内の東名高速道路で発生した死亡事故は5件で、いずれもバイクの運転手が死亡。今月1日にもバイクの転倒により運転手が亡くなっています。昨年の9月にも2件のオートバイの死亡事故が発生しておりまして、お盆期間中、そして秋口のツーリングの季節ですね、それに向けて安全な速度と安全な車間距離、そしてヘルメットの着用と胸部のプロテクター、これを推奨してお願いすると。